さあ2週目もエンディング分岐のところまでやってきました。あ、なんかねセーブとか推奨されてますが、3人のね案を聞いてから、まあねしっかり決めていきたいと思います。それではね、まあちょっと軽くセーブしていきたいと思います。それでは見ていきましょう。ハイサンドがノゼリア新鉱山に向けて軍を発したというのは確かか？はい、間違いありません。岩塩の存在を知られてしまったのですね。元より隠し通せるものではありません。こうなることは時間の問題でした。エスフロストも相当の門に兵を集中しているようです。岩塩をめぐる戦はもう始まっている。我々も対応を急がねば。ロラン様、グリンブルク王国はどう動くのですか？俺は決めた。ノゼリア新鉱山の岩塩は聖ハイサンド大教国に譲り渡す。え？それだけではない。王国の領土と民も女神に献上し保護を請う。はい、これがロラン案でございます。岩塩を使っても全ての民を幸せにすることは不可能だ。だから俺はより多くの民が平等で幸福に暮らせる道を選ぶことにした。そんな、この争いの原因はハイサンドの塩による支配が独善的だったからではありませんか？フレデリカの方が言ってること正しそうだけど。女神は平等なんかじゃない。エンコのローゼル族を見て知っているはずです。その通り。ハイサンドに岩塩を渡せばロゼリアは女神の名のもとに支配される。何もかも教皇の意のままにされますぞ。国も王位も失うのは承知の上だが、民たちには平等な加護が与えられる。多くの民が今より安心で豊かな暮らしを得るはずだ。なんか変な宗教に頼っちゃった人の心境ってこういう感じなのかな。ローゼル族の犠牲の上にですか？そうだ。ロラン様、あなたがそんなことを言うなんて。はい、というわけでロランルートを選んだ場合はフレデリカは永久離脱します。私は反対です。ここはエスフロストと組んでハイサンドを撃つべきです。はい、前回選んだこれがベネディクトルートです。岩塩交渉を利用すればグスタドルフの協力を引き出すことができます。エスフロストと手を組めたと？できるものか！グスタドルフは俺の仇だ！とロランが怒っているので、ベネディクトルートを選んだ場合はロランは永久離脱します。はい、前回はしました。やれぬはずはない。あなたは民のために国も王位も捨てるとおっしゃった。ならば市場など捨てて叱るべきだ。言ってくれたな。お前に俺の苦悩の何がわかる！誰もが自分と国の都合でしか動かない。そうやってずっとローゼル族を見捨ててきたのですね。女神の教えを信じて、彼らが命を削って作る塩のために。でも岩塩が存在し、女神の教えが偽りだと分かった。それでもローゼル族を見殺しにするのですか？フレデリカ様、今はローゼル族の問題を話す時ではありません。いいえ、各国が混乱している今こそ彼らを救い出す絶好の機会です。ハイサンドが岩塩を握ればローゼル族を救う機会は永久に失われてしまう。真実を知っている我々が今動かなければ。我らは勝つために全力を尽くさねばならない。そのようなことに力を割く余裕はありません。そのようなこと、不合理という意味です。ローゼル族救出はあまりにも危険が大きすぎる。ヨシンバ成功したとしても、その後ハイサンドにどう対抗するおつもりですか？我々がローゼル族という弱みを抱えればエスフロストも強硬に出てくるだろうな。はい、
その結果孤立し潰される可能性が高い。潰されずに済む方法はあります。一体どのような？ローゼル族と共にノゼリアから旅立ち、伝承にあるセントラリアを目指すのです。これがフレデリカの案です。一番高等無形だと思います。夢物語だ。ローゼル族の伝承は真実です。だとしてもウォルホート領を捨てるなど言語道断、私は絶対に認めない。はい、なのでフレデリカルートを選ぶとベネディクトが去ります。そこまでだ。3人とも落ち着いてくれ。それぞれの意見は確かに聞かせてもらった。どれも皆の信念をかけた決断なのだな。はい、今回ばかりは譲れません。俺もだ。わかった。しかし選べる道は一つだけだ。どの未来へ進むか決めなければならない。信念の天秤を持て。これは我々にとって最大の決断になるだろう。はい、というわけで天秤パートに移りますね。さあ、ベネディクトの案はね、前回、1周目で採用したので、今回はロランかな。一番俺賛同できない感じだけど、そうだね。じゃあロランの案に賛同して、行こうかな。じゃあ後の4人ちょっと説得してきます。セレノワさん、はい、ちょっと4人を説得してきたんですが、ロランの決意を僕自身がいまいち支持できていないのか、3人ほど心に響かなかったそうです。これどうなるかな。もうダメだったらもう一回やり直すけど、一応ちょっと行ってみましょうか。どうなるんだろう。ちょっとかつてないぐらい失敗したと思う。では投票を始めよう。ロラン様、フレデリ、それぞれの信念を。まあ、この3人はねもう決まってるからね。悪くはありませんが。あれ申し訳ありませんって言われちゃった。セレノア様のご意見に。あ、アンナは唯一心に響いた人だな。あなたを信じましょう。こいつはどうだったんだろう。お許しくだされ。あれエラドールもダメだった。これどうなる。信念の天秤よ、我らの選んだ道を示せ。ロランの案だと真ん中の黄色が傾くはずなんですが、あれ、あ票は同数だった。ああ、よかったよかったよかった。今回は私が決断を下す。すまねえな。道は定められた。我らはロラン様の決意を支持し、ハイサンドに下ってノゼリアの統一を目指す。俺これ一番近い気がするんだよね、やっぱりな。なんかやっててしっくりこないな。まあでも仕方ない。2周目ですからね。ではそのままちょっと続けていきましょう。先が気になるんでね。主にして友であるロラン、将来を誓い合った言い名付けフレデリカ、そして最も信頼を置く家臣ベネディクト。彼ら3人の意見は大きく割れた。だが天秤の傾きにウォルホート家は従う習わし、選べる道はただ一つ。ノゼリアの歴史を変える秘密はその手の中に。領主として統治者として覚悟を決め進むべき時がついに訪れる。
さあ第17後編、流れを我が涙。なんか悲しい、あでも悲しいね、フレデリカと別れるのは悲しいね、うちのエースだったのに。道は決まった、我々はハイサンドに従いエスフロストを打倒する。そんな、待ってください、それはハイサンドの支配を認め全てを差し出す道です。分かってるよ、承知の上だ、頼む、こらえてくれ。フレデリカ、これがノゼリアに平穏と平等をもたらす道なのです。偽りの道です。ハイサンドがもたらす平穏と平等はローゼル族の犠牲の上に成り立っている。真の平等を願うのなら、まさに今虐げられているローゼルたちを救うべきでしょう。天秤にかけて決めたことです、残念だがそれはできない。どうして、ボルホート家なら東方たちを救えるかもしれないのに。一番早いな。あなたの苦しみはよくわかる、しかし我が家の一員である以上は天秤の決定に従ってください。セレノア、あなたはどこまでもまっすぐで正しい人ですね。いつの間にか私はそんなあなたに惹かれていた。フレデリカ、だけど今はその正しさが憎い。正義は時に容赦なく弱き者を押しつぶすから。だから私は弱き者たち、ローゼル族に代わってこの決定に異を唱える。セレノア、あなたに決闘を申し込みます。え、決闘をやんの？あ、ロランともやったけど。決闘？何を言っているの？落ち着いてフレデリカ。やべえ、ロランより勝てる気がしねえ。私は本気です、みんな下がってください。え、ちょっと待って、遠距離対近距離ってどういう戦いをやる気なの？セレノア、あなたが勝てば言う通りにしましょう。ですが、もし私が勝った時は、私はボルホート家を去りローゼル族を救いに行きます。ああ、なるほどね。ああ、そういう風に勝ち負け決めるのか。じゃあセレノワは負けてあげるんだろうな。あなたはそこまで。わがままだと分かっています。できるならずっとあなたと一緒にいたかった。でもそれでも私は同胞たちを見捨てるこの道だけは進めない。城の中で火は使わないで。剣を抜きなさい、セレノア・ウォルホート。え、どうする？あ、抜いた。セレノア、私はあなたと歩んだ戦いの日々を悔やんではいません。むしろ何この音楽、ウォルホート家の一人として一緒に歩めたことを誇りに思っています。私もだ、あなたと過ごした日々はかけがえのないものだった。でもあなたは私ではなくロラン様との友情を選んだのですね。
そうではない。私は彼の民を思う信念に賛同したのです。今ロランは皆が平等に暮らせる世界を目指そうとしている。王位を捨て国を捧げてまでもその志を遂げようとしているのです。だからローゼル族は犠牲になったままでいいと。彼らもノゼリアに生きる民なのに。分かってください、フレデリカ。私はまずウォルホートの領民を守らねばならない。全てのものを一度に守ることは不可能。今は戦を終わらせ、より多くの者が救われる道を選ぶしかありません。ハイサンドの統治を受け入れれば、塩や富が平等に広まる。大勢の民が安心して暮らせる世が来るのです。ウォルホートの民は幸せですね。一番に考えてくれるあなたのような領主がいる。ですが導いてくれる人も守ってくれる者もいないローゼル族はどうすればいいのですか。彼らの扱いもいずれ私が正します。今はより多くの人々のために。ローゼル族が犠牲になるのは仕方ない。あなたも目をそらすのですね。これまで誰もがそうしてきたように。一度目をそらせば再びローゼル族の苦しみに向き合うことはない。それは歴史が証明しています。だから今私たちが救わなければ。セレノア、本当はあなたも分かっているはずです。もうやめてくれフレデリカ、私は君を失いたくない。あなたこそ考え直してください。覚えていますか、以前あなたは私もウォルフォード家の一員だと言ってくれた。私の帰るべき場所はここにある。嬉しかった。よるべのない私にも居場所ができたんだって。あなたが進む道をどこまでもついていこう、そう心に誓っていました。でも儚い夢だった。もうあなたと同じ未来を見ることができない。決着をつけましょう。この魔法に私の思いをすべて込めます。わかりました。ならば全力を持って受け止めましょう。お、でかっ。いやいや、ウォルフォート城が焼け落ちる。ものすごい防火床。ホート家の決定に従います。天秤の決定に逆らった以上どんな罰も。いいえ、罰など必要ない。これ以上心を殺して無理をすることも。え？フレデリカ、
あなたのローゼルを思う気持ちは痛いほど伝わってきました。その強く優しい心を歪めたくないのです。私はそんなあなたに惹かれていたのだから。セレナ、あなたはあなたのままでいてほしい。己の心を曲げることなく、ずっとまっすぐなままで。だから言ってくれ。こうして私が背を向けているうちに。ありがとう。あなたと過ごした日々、そして今の言葉は生涯忘れません。さようなら、私の愛する人。やばい、悲しい。おお、マジか。フレデリカ、待って。私も一緒に行きます。一目役はジーラか。いいえ、ジーラ、あなたは残って。ウォルホート家はこれから厳しい戦いに挑みます。どうかセレノワたちを助けてあげてください。それがあなたの願いなのね。最後まで買っておいてごめんなさい。今までありがとう。私は自分の使命を果たします。ローゼル族を救うために戦うつもりなのね。でもたった一人でどうやって。ローゼル族の伝承、本当の歴史をノゼリアの民に伝えるつもりです。もちろん簡単に信じてもらえるとは思いません。でも粘り強く続ければ真実に気づき、ローゼル族を救おうとする人がきっと出てくる。その数が増えれば女神教の教えも揺らぎ、ローゼル族解放の道が開けるでしょう。確かに可能性はある。でも辛く危険な道よ。分かっています。でも母も歩いた道です。母様が行けなかった先まで、私は必ずたどり着いてみせます。もう私があなたに教えることはないよね。でも一つだけ約束をして。死んではダメよ、フレデリカ。どんなことがあっても強く生きて。はい、約束です、ジーラ。ああ、フレデリカ、うちのエース。ちょっともう実況挟むところじゃなくなっちゃった。フレデリカはローゼル族解放の決意を胸にセレノアの元を去った。一方ロランは岩塩交渉の存在をハイサンドに明かし、ノゼリア新鉱山をグリンブルク王国ごと女神に献上すると申し出る。仕切り直してこっちの本編をね、ちゃんと見ていこう。実質上の併合を意味する願い出を教皇は承諾。正式な宣誓を行うためロランとセレノアを教皇宮へと召喚した。はい、いや、やってきましたが、いや、ちょっときつい。
フレデリカ行っちゃったか。いや、いい掛け合いだったな、セレノワとの2人の掛け合いというか戦いというかね。ああ、ちょっと気持ちも落ちたところで、最近気持ちが落ちて終わることが多いな。とりあえずこんなところで一回セーブして終わりにしたいと思います。ちょっと次回ね、続きやっていきたいと思います。はい、それでは、続きね。もう流れは我が涙と俺の涙が流れちゃってるよ。それではまたね、次回続きやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。